今日の生かしたい人はジョン万次郎。ひょんなことから船で遭難し、漂着した無人島で自給自足生活をしていたところをアメリカ人に助けられ、そこからアメリカで英語や航海術を身につけ、日本に帰国後は海外の情報や選挙の素晴らしさを伝えました。そんな万次郎は先ほど述べたように船で遭難し無人島にたどり着きます。しかしその無人島ではほとんど雨が降らず、飲み水の確保がままならない状態でした。ではそんな中どうやって水分を補給していたのか。そう、下半身の蛇口です。万次郎は自分の蛇口をひねり、そこから水分を摂取していました。いや賢いですね。それを見た他の遭難仲間たちも真似して飲み始めたそうです。皆さん、本当に飲むものがなくなった際には万次郎を見習いましょう。ではまた。